たことある人。片川きり子と言います。私はもともと里見地区で地域おこし協力隊っていう活動をしていました。住みながら茨城の常陸太田市でできることっていうのをみんなのお母さんお父さんとか、地域の皆さんと一緒に考えて、例えばワークショップ美術みんなで元気づけようっていうことで常陸太田の町に軽トラックで飛び出しました。これが最初の始まりです。で、いろんな地域に遊びに行きます。今度はカワセミに乗って、これは夏の始まり。コウノボリがいるから5月頃ですね。5月頃の水府の町にやってきました。で、みんなコウノボリを、背中からコウノボリを着ました。箱がいっぱい、愛情一個込めて育てられた桃色のカボチャたちに出会って、ヒーロちゃんの心は優しい気持ちになりました。常陸太田で見たいろんな素敵なものを教えてあげたいなと思って、こう帰り道をこう帰っていくのでした。幸運期で帰ります。今度は幸運期で帰ります。これは本当に春頃で、春だったよね。春です。木が元気になってきた頃ですね。ほとんど見えたの？見えた？みんな見たことあるかな、こういう。子供たちが大人になって、実際に自分たちが今度お父さんお母さんになった時に、子供たちにこう読んでもらえるような、こう代々受け継がれていくようなものになったら嬉しいなって思って。ずっと住んでると当たり前になってしまうことっていうのはたくさんあると思うんですけど、それが実は全然当たり前じゃなくて、毎日発見と新鮮な輝き満ちてるっていうことを、この絵本を通して実感してもらえたらいいなっていうふうに思ってます。自分だけのもの、自分だけの場所とか、自分だけが好きな草だとか虫だとか、そういう小さなものを見つけて、それを大事にしてもらえたらいいなって思います。